型604戦団は太平洋戦争末期の1945年2月26日に鹿児島港から沖縄戦に備えた軍事輸送のため出港した日本の護送戦団である。経由地の奄美大島でアメリカ海軍機動部隊の攻撃を受けて輸送船が全滅したため任務を達成できなかった。なお、同盟戦団が存在する可能性があるが、 本項目では1945年2月執行の戦乱について述べる。1945年2月、洋島の戦いが始まって、南西諸島にもアメリカ軍の上陸が迫る中、日本軍は南西諸島を防衛する第32軍を増強するため、第4海上護衛隊による護衛の下で日本本土から輸送戦乱を次々と送り出していた。 輸送船4隻からなる方604船団もその一つで宮古島に配備予定の4式肉薄攻撃艇部隊である海上挺身第30船隊や建設作業用の爆薬などを輸送する任務を負っていた。うち、火客船の対震丸には海上挺身第30船隊の人員主力のほか、慰安婦など民間人も乗船していた。一方、アメリカ軍は 潜水艦やマリアナ諸島から出撃する PB4Y-1 に紹介爆撃機などにより、日本側の輸送を妨害していた。高速空母機動部隊である第58任務部隊も洋党の戦いの支援と沖縄上陸の準備のため、2月25日に東京を空襲するなど、日本本土周辺で活動していた。日本側も九州南西諸島方面に、 機動部隊が来襲する危険が大きいと予期していた。2月26日、鹿児島港で部隊と物資を積んだ輸送船4隻は船団を組執行した。護衛は第一海上護衛隊の水雷艇ともつるいか4隻で、駒具によれば出航時は8隻だったが故障で4隻が離脱した。出航から間もなく敵機動部隊出現の可能性が高まったため船団は 鹿児島湾内で一時待機し、27日深夜に再出発した。島津隊の夜間航行を活用して、空襲を避けて進む計画で、3月1日に、天見大島に、火白、3月2日に、沖縄本島気候、3月3日に、宮古島気候を予定した。3月1日午前7時、片604船団は、予定通りに、天見大島九自湾へ、入り泊した。 第五十八任務部隊はこの時すでに南西諸島一帯に向けて攻撃隊を発進させており、日本軍は午前7時頃に沖縄地区に対して空襲警報発令。大島地区でも警戒警報、空襲警報が順次発令された。戦乱各船は九時湾内にとどまり迎撃態勢をとった。午前7時40分過ぎに大島上空へ飛来したアメリカ軍第一波。 攻撃隊は、主に戦乱を狙って、攻撃を開始した。1D 型戦時標準戦ダイアマルが真っ先に、攻撃されて、直撃爆弾一発と、機銃装射で炎上。次に、湾の中央付近にいた、火脚戦体神ルが、直撃爆弾2発により午前8時40分に、沈没。1D 型戦標戦金山丸も大火災の末に、爆沈と被害が続出した。 1D 型戦表戦、第11世丸は、第1波の攻撃で、甲板上の4式肉迫攻撃艇に引火して、火災が起きたが、消火に成功した。第1波の攻撃を生き残った艦船は午前9時20分、頃、友鶴の指示で、同じ奄美大島の笹川湾へ移動した。第11世丸は少しでも、物資を救おうと搭載していた4式。 肉迫攻撃艇82隻のうち5隻を下ろし、内エンジンが始動できた2隻を使って、大神丸の生存者救出などを行った。午後2時頃から第2波の攻撃隊が飛来し、旧家庭干渉先が直撃弾を受けて沈没した。第11世丸も午後2時30分頃に爆弾3発が立て続けに命中して、着艇、火災が拡大して午後4時25分に総員退去した。 同船は海上停止第30船体の兵器主力や作業用爆薬700立方メートルなど大量の可燃物を積んでおり午後7時30分頃に大爆発を起こして試算した爆発時に付近で作業中だった単位以下の海軍将兵多数が巻き込まれて死傷しているダイアマルは第2波で試金弾を受けて浸水したが沈没は免れ。 その他護衛艦艇3隻も、機銃装車により勝破した。日本側護衛部隊は、アメリカ軍機2機撃墜、2機撃破を戦火として、応じている。なお、本船団以外、輸送船すべてが、撃沈破されたから604船団の運航は中止となり、生き残った護衛艦艇3隻は、佐世保港へ開港された。損傷したダイヤマルは、かけろま島に開港して、 応急修理を開始したが、資材不足で作業が進まなかった。修理が終わらないうちに3月23日から26日にかけて、再び第58任務部隊による空襲を受け、弾薬が尽きるまで応戦したが3月26日午後4時頃に沈没した。特設不設観光栄丸ある。片604船団は輸送船4隻をすべて、 目的地へたどり着けないまま撃地運破され、完全な失敗に終わった。輸送物資の大半も破壊された。乗船していた海上停止第30戦隊の生存者は、3月15日に輸送任務でカケロマ島瀬省へ来航した第18戦隊所属の不設艦定番と特設不設艦勘工栄丸により収容され、解剖艦3隻の護衛で、せ世保へ送り返されている。 本船団の全滅後も日本軍は沖縄への増援輸送を続行しようとした。本船団の残存護衛艦3隻も急速修理の上かな304船団の護衛に当てられたが3月24日に第58任務部隊による空襲を受けて輸送船もろとも全滅している。機動部隊による損害増大のためそれ以降の輸送は中止された。なお、 本戦団加入戦のうち、ダイヤ丸は戦後に扶養して再生され、マスミマルの名で再収益している。ありがとうございます。